ペーター・シュタドレンは、オーストリア出身の音楽学者、ピアニスト。ウィーンの生まれ。ウィーン音楽院で、パウル・バインガルテンに、ピアノ、ヨゼフ・マルクスとマックス・スプリンガーに作曲、アレクサンダー・ウンデラーに、指揮法を指示した後、1929年から1933年まで、ベルリン高等音楽院で、レオニード・クロイツァーに、ピアノ、ヨゼフ・グマインドルに作曲、ユリウス・プリバーに、 四季法を学んだ。1934年からピアニストとして演奏活動を開始してシンウィーン楽派と接近し、1937年にアントン・ウェーベルンのピアノのための変奏曲を初演したり、同年にベネツヤア・ビエンナーレでアルノルト・シェーンベルクのピアノ組曲を紹介したりした。ナチスの台頭によりイギリスへ亡命し、1946年にイギリス国籍を取得した。 第二次世界大戦の終結後は、シェーンベルクのピアノ競争曲やパウルヒン・デミットの四つの機質等を引っ提げてヨーロッパ中を演奏して回り、1947年から1951年までダルムシュタット夏季現代音楽講習会のピアノのマスタークラスを受け持った。1952年にはオーストリア政府からシェーンベルクメダルを授与されている。その後、 神経障害のために、ピアニストとしての活動から退き、1959年から1986年まで、デイリー・テレグラフの音楽評論を手掛けるようになった。音楽学者としての下ドレンは、ベートーベンのメトロノーム記号の正当性の検証や、アントン・シンドラーによるベートーベンの評伝の信憑性の検討などを行っている。ロンドンにて死去した。 h t t p w w w i n d e p e n d e n t c o u k n e w s p e o p l e アビッチリピーターストアドロンマイナス百三十二万五千三百七十三 HTML ハト O X F O R D I N D E X ドット O U P ドットコムハト H T T P コロンスラッシュスラッシュ w w w ュウダブリュウドットエンサイクロペディアドットスラッシュドックスラッシュチオーナナ六ダッシュ S, S T,、A t l、E,、N p、e T L E N P E T E R ドッ と、htnml, at, beethoven and the metronome, part i, in,music and letters, jg, 48, s333, b49, beethoven and does metronome, in,music contosept, munehen, ed, text, cratik, bundle 8, s1233, シンドラーズベートーベンホージョリース in, ザムシカルタイムズ vol.118, S549-552 ありがとうございます。